い、皆さん、こんにちは、ゼネです。本日はですね、Amazon 先生から商品をいただきましたっていうか、買ったんですけど、早速開封いきましょう。タイトルでバレてます。アマゾンで検品済みってなってるんですけど、っていうのもアマゾンアウトレットってやつで買ってみました。外装がちょっとボロくなってるだけなんで、別に気にしない派なんで、売るときも箱使わないしね。なんでまあちょっとアウトレットでいくらかな、こう1000円くらい安くなってたんじゃないかな。特になんか劣化があるようには思えないんだけどね。ラージ DJI オズモでございます。製造は去年だ1年ちょっと経ったものにはなるんですけど、出た時はかなり盛り上がりましたよね。これ詳しくはいろんな方のレビュー動画あるんで、ぜひ見ていただきたいんですけど、どう動くのかをまず見てみたい。じゃ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 ーん、じゃ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 ーん。上からよいしょと。第一選手、これは本体から出てきそうですね。USB-C ケーブル1本、ストラップ1個、まあ、なんせ軽い、ちっちゃいし軽いから、ストラップ大事なんですよね。で、これね、まあ、開けないですけど、これね、こいつにつけて、で、さらにスマホと接続してやるための端子が、ライトニング、これは C かな、が入ってる感じですかね。ライトニングと C ですね。マイクロは、あと取説段のニヤニヤがいっぱいあるというところかな。これ、開けますか。やっぱね、新品の開封久々だからさ中古ばっかで、やっぱ中古がね、何気にいいんだよね。純正のケースでこれだからね。ちゃんとここに DJI って入っててさ、どっちどっちどっち、こっちこっちこっちか、よいしょ。おお、外側のプラス製のケースはいいんだけどさ、ここのシリコンの触り心地が何とも言えない。出します。ういー、この辺にピリピリがついてる。これレンズだよね。レンズペリで、これはお、抜けた。あ、衝撃でここがやられないようにっていうか、細けえな、偉いね。で、最後ちょっとしたモニターをペリ。比較対象 iPhone8 と縦の長さ一緒ですね。一緒、マジで？でも文字と厚みがね、ちょっとあるかなっていうところですね。特にこれ以上薄くなられても、グリップ感っていうか、こう持った時の感じがしっかりしなくなるから、手で握った時に一番ちょうどいい大きさではある。充電されてんのかな、ちょっと気になるけど。電源入れてみますか。入れまーす。長押し。入れまーす。長押し。これ、よいしょ。こんな感じで、スライドができるんですね。日本語どこだ？これ？機器がミアクティベートって出てる。ああ、なるほど。わかったわかったわかった。今ずっと、よいしょ。こんな感じで、機器がミアクティベートって出てるんですけど、どこで設定するんだろうと思ったら、最初はスマホに接続しなきゃいけないみたいです。すっげえ、ここで顔映ってる。どうもーらしいんで、とりあえずスマホに接続してみます。ここがね、接続の端子が隠れてて、これで金色のとこが出てきたんで、最初だからこうか。うりゃあり、あ、結構しっかりし入るよ。いや、まあ、そう簡単に取れちゃ困るから。そしたらこの状態で、よいしょ、はい、接続して、で、さらに、はい、こんな感じで DJI オズモ、DJI ミーモっていうアプリを入れて開きます。機器情報取得、次スワイプして追尾するオブジェクトを選択する。それでこのカメラを今選択した状態ですね。なんでこうスマホをただただ関係ない方向に移動しても追尾してくれる。しかもさ、これすごいのが駆動音がほとんどしないんだよね。無音ほぼ。だからこうスマホを上下にカメラを移動してもくっついてやってくれると。でくるってやると、ああなるほどね。で、まあ、自動で今は顔追尾になってるけど、顔追尾を
別のものついでに変えることもできるとくらいにといった具合になります。はい、モニターですね。モニターが正方形に近いんですよね。かなり1対1にかなり近い形で、まあ、1対 1.2 とかなんだろうけど、まあ、ほぼ正方形なんですよ。なんで 1080p で撮るとすると、例えば今の画面で言うとこんな状態なんですよ。モニターでは確認できないっていうことが起こり得る。正確な画角はわからない。だから雰囲気だよね。いかんせんこういう小型カメラで撮ってる時点で雰囲気撮りはするべきだとは思うんですけど、ただなんだろう、これだけだと多分 1080p の30、1080の30と、あと写真の切り替えしかできないっぽいんで、 4K を撮るってのはスマホがいるんだと思う。ただまあこれで 4K 撮るつもりないし、普通にいいね。はい、ってことで、もしかしたらこのオズモで撮った映像がちょくちょく入るかもしれない。だから余計なんか外撮りで映像ブレないなと思ったら、おそらくこれで撮ってますので、今ねちょっとカメラの入れ替えとかをちょっとやってまして、いろいろとちょっと向上している最中ですので、まあ、もうしばらくちょっと入れ替えが続きますが、完全に確定したらまたね、これからこれでいきますっていうビシッっていうね動画を一本撮りたいと思ってますので、というわけで、本日はこの辺で。おー。